の場合はですね、基本的には使えば使うほどいい子なんですね。いい子になるんです。いい子という定義も非常に難しいですけども、幼児は使えば使うほどいいわけです。先ほど言いましたように、隣でうちのワイフが食物洗い物をしてるわけですね。今日の夕食の料理はラーメンと、まあ何か違うんで100円の缶詰を吹きってちょっと並べたような、まあ 魚丼で今多分怒ってるか笑ってるかしませんけども、美味しかったですよ。私は貧しい時代の人間だもんですから、そのこの花かつおをこうパパッとかけて食べるのは好きなんですね。これ花かつおなんですけど、しかも安い花かつおのは私は好きなんですね。高級な花かつおよりも、これにあと醤油をかけて食べれば、まあ栄養価満点ですし、まあ鼻をかんでるのは花粉症ですけども、そういうことなんですね。でまあ話はずっと戻りますけども、幼児は使えば使うほどいい子になるということです。また使わなきゃいけないんですね。子供っていうのは使うんですよ。これは一般のがありますと、その日本人っていうのは子供にいい思いをさせる、楽しい思いをさせることが親の愛の証であるって、まあ、とんでもない、まあ、こう世界的に見ても歪んだ子育て感を持ってるわけですね。あるいはその誕生日だ、クリスマスプレゼントだって言いますと、より高価なものを買ってあげればあげるほど子供は喜ぶはずだ、喜んだから、その喜びイコールその絆につながっていく、これも大変な誤解ですね。喜ばせれば喜ばせるほどね、結局はその欲望に対する免疫性をなくすと言いますか、難しい言葉では、なんて言いますかね、欲望に対してその抵抗力がなくなってしまうんですね。欲しいものがあったらすぐ欲しいと思って、もう本当に欲しいというふうに思ってしまうんですね。これは脳の視床下部あたりから強烈な信号が出まして、それをこうドーパミンがこう脳の中に充満しまして、それを線状体という組織があるんですけど、そこの中に受容体というのがありまして、そこをガン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 と刺激するんですね。一種の条件反射ですけども、ですから欲しいものを買ってあげるということは、その欲望を満足させる、欲望を満足させたからといって親子の絆が深まるということはこれはないんです。むしろ逆効果なんですね。今言いましたようにこう麻薬性といいますか、かえってこのなんていうのかな、欲望をこう常に満足させますとこう麻痺してくるんですね、感覚が。ですから逆なんです。子供はひもじい思いさせながら、そして使っていくんですね。それはかわいそう、一見かわいそうに見えるかもしれませんけども、それは温かい愛情で包むんですね。本当に子供にね、奴隷のように使えるというのは、これは虐待であり、ニグレクトであり、育児、拒否、レーター無視という、そのつながっていく危険な部分ですけど、そうではなくて、やっぱりその温かく子供を見守りながら子供を使っていくということですね。そういうその使う子供が使われることによって忍耐力を養い、社会性を身につけていくわけです。ですから子供をいい子にしたいと思ったら、まあ、だけど問題がありましてですね、5.5歳、ちょうど年長の夏頃ですね、平均的にはもう過ぎますと、今度はね、子供は非常に生意気になってきますから、生意気になることによってその次の少年少女期へと移行していくんですけども、それ以降だとこう使うと言われいうことがこう、まあ、応用できなくなってくるんですね。ですから使うとしたら3歳児ぐらいからもう 4.5 歳児ぐらいまでが勝負なんですね。でその頃に子供は使って使いまくる、これはいろんな社会的な体験をさせるという意味なんです。で、まあ、この時期皆さん教育というと、ほら音楽教師だ、ほらピアノ、ね、まあ、ピアノだ、体操だ、水泳だというふうに考えられますけど、これはですね、まあ、一部としてはそれは正しいのかもしれませんけども、もっと大事なのはやっぱり使うことなんですね。でそういうことを一切させないで、ほら水泳教師だ、英語教師だってやってますと、子供のやる方向性は歪んできますね。ですから例えばスーパー行っても荷物を持たせる、いろんな話をする、郵便局行っても切手を子供に貼らせるとかっていう、そういうその何て言いますか、緊張感ですね。親がこう寝そべってね、せんべいをカリ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 やりながら新聞持って行為はないですからね。やっぱり親がこう何て言いますか、忙しそうに動き、その緊張感の中に子供を巻き込んでいきながら、その子供を使っていくってことです。まあ使えば使うほど良くなるって、これは2つ目の今日の